形でこの踊りはまだ全然東京オリンピックに今が赤字の会場があるとしてのことで予算で何かやろうと言って朝霞市の皆さんが作った踊りと、この福代さんの総踊りを作った高原さん、同じ作曲者なんです、実は、はい、なのでその生歌とともにこの総踊りが踊れればいいかなって思ってるんですけども、歌い手の高原さんがいない、首寄りと、はいはいはい、同じ作曲者、縁がありますね、やっぱ福島と埼玉といった総踊りでこの会場を盛り上げられたらと思いますので、皆さん楽しんでいきましょう。右手上げてぐるぐる回すだけでも楽しんでもらえるようなお祭りとなっております。はい、テーマはタイムリープ、本当に夏のフェスティバルに戻るように楽しんでいただければと思います。皆さん準備はいいですか？準備いいですか？それでは参ります。埼玉県の総踊り、埼玉花江。